カール・エヴァー・ハルト・シェーン・ガルトカール・エヴァー・ハルト・シェーン・ガルトはナチス・ドイツ親衛隊の将軍。最終階級は親衛隊少将。一部、名字を英語読みで、ションガースと表記されることもある。ザクセンのライプツィヒ出身。1922年にアビトゥーアに合格した後、エルフルトのドイツ銀行に勤務した。また1922年に、 国家社会主義ドイツ労働者等に入党。1923年のミュンヘン一期に際して逮捕されたがすぐに釈放された。ナチス党が解散されたためこの際に党を離れた。1924年から銀行を辞めてライプツヒ大学に入学し法学を学んだ。1928年7月28日に法学博士号を取得した。 1933年のナチス党の権力掌握後、ナチス党に再度入党した。また新英単位となった。1933年から1935年にかけてビーレフェルト、ドルトムーンとミュンスターの州警察の指揮官となった。1936年から SD 本部に配属された。1939年にはザクセン州の保安警察監督官となる。 1941年にクラカウの保安警察及び SD 司令官に任じられる。1942年1月20日の万税会議に保安警察と SD の代表として出席している。1943年7月に武装親衛隊の第 4SS 警察総攻敵団兵士団に配属された。1944年には オランダハーグの保安警察及び SD 司令官となった。ドイツ敗戦後、ハーメルに置かれたイギリスの裁判にかけられて死刑判決を受けた後、軽死した。ありがとうございます。